ああやってここに来て弾いてるの。一週間くらい前からね。まあ、弾くのは別に構わないけど、聞けたもんじゃないわ。前はもっと上手だったと思うけど、どうしたのかしらね。先生、何か？そんなに最近の僕変ですか？いつもと変わらないつもりですけど、でも気を使ってもらって嬉しいです。先生、どうされました？そういえば最近の誠くん、元気がないような気がします。私も少し注意して見るようにしますね。実は黒部哲郎くんが補導されてしまいまして。いや、別に補導っちゅうわけじゃないんだけども、実はね、この少年土手の線路の上に横たわっていたんだよ。ほんかももうびっくりして、おい何やってんだ、あぶり出ねえかと。そうしたら、放っていてください、僕は神様に近づきたいんですってよ。おい少年、早まったことすんでねえぞ。もしものことあったらお父さんやお母さん、それに学校の友達もどんなに悲しむことか。友達なんかいないです。え、友達っているものなんですか？そりゃそんだべ、人は一人じゃ生きていけねえべ。どうしてです？いなくても困ったことなんてないですよ。だけどみんな友達を作れ作れって。どうしてなんです？どうしてって聞かれても。もう帰っていいですか？僕忙しいんです。は？ああ、さよなら。君、一体生徒にどんな教育してるのかね。もして友達がいるのかって、そったのことは当たり前でねえか。あ、先生、どうしたんですか？やっぱり先生も気づいたんだ。最近の誠くん、たまにすごい寂しそうな顔をしているんです。誠くん、何かあったんでしょうか？私心配です。おはようございます。おはようございます。井の中の蛙、大海を知らず。井戸の中にいるカエルは海を知らず。他に広い世界が。ギリ。あ、先生、お疲れ様です。あの、哲郎くんのことなんですけど、こないだの線路での一件以来元気ないですね。クラスの輪からも外れがちみたいですし。心配ですね。相沢先生、理科の授業でグループ実験をやってるんですが、彼はどのグループにも自分から入ろうとしない。高千穂誠がそのあたりをうまくまとめるから問題にはならないのですが。しばらく彼の様子をしっかり見ていった方が良さそうですね。同じマニアを自称する者として
黒部のことは気になりますね。授業にも身を入れるよう先生からも指導してやってください。先生、何か。鉄郎がそんなこと言ったんですか？あいつ、人付き合いが下手で誤解されることも多いけど、悪いやつじゃないんですよ。僕、中1の時に転校してきたんです。でも、なかなか打ち解けることができなくって。そしたら、鉄郎が話しかけてきてくれて。おー、白国だ。白国？いやー、いいセンスしてるな。え、これだよ、君の下敷きの写真。君も白国は？僕はね、2号機のデフレーターのツバメが最高だと思うんだ。やっぱり白国といったらスワローエンジェルだよね。あのさ、白国って。え、君知らなくてこれ持ってるわけ？これは父さんが。この機関車 C62、 通称白国って言ってね、山陽本線や東北本線で特急や急行を牽引してたんだよ。普通はさ、D51、 通称デゴイチが機関車の王様だって言うじゃん。だけど分かってないね、あれはナメクジだよ。僕は断然白国派なんだ。そうなんだ。ほとんど意味不明だったけど、でもなんだか嬉しくて。それからあいつとは友達です。さっきの聞いて思ったんですけど、鉄郎、土手で死のうとしてたんじゃないですよ。線路にいたかっただけじゃないかな、きっと。そういうやつですよ。お、なんだお前か、どうした？多分なんか訳ありなんだろうな。何かがあいつの胸の中を傷つけているのは確かだろうけど、それが何かは俺にはちょっと分かんないな。まあもう少し本人と話してみろやな。先生、何です？僕に何か。あ、それっていいですよね。あ、先生じゃん。どうかした？もう少し冴えた感じがいいな。ちょっといいですか。先生のクラスの高千穂誠なんですが、アルバイトしてませんか？え？うちのクラスの生徒たちが噂してるの聞いたんですが。今の話聞き捨てなりませんな。我が校ではアルバイトを禁止しているんですよ。でも彼の父親は大手食品メーカー勤務だそうですし、お金に困っているとは思えませんけど。憶測は結構。君たち事実確認を急ぎなさい。君がため春の野に入れ若菜摘む、我が衣でに雪は降る。
起立。あ、先生、ちょっといいでしょうか。お話ししたいことがあるので、相談室まで来てもらえますか。先生のクラスの高千穂誠くんなんですけど、何か最近になって変わったところはないかしら。そうですか。いや、まだはっきりとしたことは言えないので申し訳ないんですけど、彼の行動をよく見ていてくれないでしょうか。先生、何か。バイトなんかしてませんよ。どうしてそんなこと聞くんですか。大丈夫です、心配しないでください。おや先生、どうしたんですか。とりあえずお入りください。今日はどういったご用件でしょうか。誠がアルバイト？そんなバカな、そんなことはあるわけがない。あいつには欲しいものは何でも買ってやってます。アルバイトをする必要なんかない。そんな話をするのなら、先生、帰ってもらえますか。今日はどういったご用件でしょうか。そうですか。まあ、誠も難しい年頃ですから。それはそうと、先生も一杯やりませんか。フランス・ボルドー産のシャトー・ラトゥールですよ。濃縮された味なのに重くない。先生の安月給ではちょっと口にできないと思うんですがね。私はずっと営業畑を歩いてきまして、海外勤務もしたし、大きな契約をいくつもまとめてきた。最前線を生きて。すみません、酔いが回ったようだ。今日はお引き取り願えますか。どうも先生、僕に何か。少し進むべき道がずれているような。武士道というは死ぬことと見つけたり。起立。ああ、先生、先生のクラスの高千穂誠なんですが、今日も体育を見学したんですよ。
理由を聞いても体調が悪いの一点張りで。しかし学校には来てるんですから病気というわけではなさそうだし。先生、ちょっと本人と話をしてもらえませんか。先生。ああ、哲郎くん。先生、相談したいことがあるんです。何？この模型ネットオークションで売りたいんですけど、そういうのに詳しくなくて。お？これは白国じゃないか。 C622 2号機だな。マニアの間ではすごい値がついてるものだよ。君、大事にしなさい。これの価値がわかる人がこの学校にいたなんて。そうなんです、これは僕の宝物なんです。でもどうしても売ってお金が欲しいんです。どういうこと？きちんと訳を聞かないと先生だって力を貸せないでしょ。それはもういいです、忘れてください。さよなら。どうしたのかしらね、先生。何でしょうか。あ、ちょっと体操着を忘れてしまって。その前は少し風邪気味だったんです。それだけですよ。ちょっとピアノを弾いてから帰りたいんで。それじゃ。どうしました、先生。先生、ちょっとこれを聞いてもらえますか。これが去年の文化祭で弾いたもの。これが最近、両方とも弾いているのは誠くん。こうやって聴き比べると、最近のピアノはあまり集中してないというか、繊細さに欠けるような。それに、これはあくまで私の主観的なものなんですが、最近の音色はどこか悲しげに感じられるんです。最近の彼に何かあったんでしょうか。おや先生、どうしたんですか。とりあえずお入りください。今日はどういったご用件でしょうか。
誠のピアノですか。すみません、今はちょっとピアノの音は聞きたくないもので。すみません、酔いが回ったようだ。今日はお引き取り願えますか。岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとと思う。起立。礼。どうも先生。本当はお休みなんですけど、しばらくの間放課後は毎日学校に顔を出そうと思って。実は誠くんにミュージックセラピーを行おうと思っているんです。セラピーって言ってもそんな難しいものじゃなくて、誠くんと一緒にピアノを弾くだけなんですけどね。ピアノを通してコミュニケーションを取ることで彼が抱えている悩みを少しでも解消できたらと思うんです。そろそろ僕時間なので帰ります。時間って何の用事があるの？塾です。最近塾に行くようになったんで。そう、じゃあまた明日ここで会いましょう。はい、すみません。塾に行くとは思えないけどな。でもまあどんな事情があるにせよ、見て見ぬふりをすることも時には必要ですからね。誠くんが自分から話したくなるまで。いらっしゃい。いらっしゃ。先生。どうした？すみません、10分だけいいですか？知り合いか。じゃあ裏に行ってくんな。実は昨年末に父が会社をリストラされて、父はプライドが許さないのか就職活動をする気が全くないんです。いつもうちで酒を飲んで昔の自慢ばかりしていて、だから僕が生活費を稼ぐしかなくて。バイトは今日で辞めます。本当に申し訳ありませんでした。おい誠、そろそろ店が忙しくなる時間だぞ。すみません店長、実は。あんた学校の先生かい？誠は雇っているわけじゃないんだ。そう、お手伝いってやつだ。店長、何か事情がありそうじゃないか。そういうことで多めに見てやれんか。え、先生ありがとうございます。Thank you.
メです。お金なんかありません。そう言わずにさ、ちょっとぐらい看破してくれてもいいだろ。何抱えてるんだよ。これは大切なものですから。見せてみろよ。ダメです。あ、なんだこりゃおもちゃじゃねえか。返してください。いらねえよ。こいつこんな年しておもちゃかよ。し、誰か見てやがる。なんだよおっさん、あっち行けよ。先生先行かよ。何にもしてねえっすよ。ちょっと親睦深めてただけ。そうそう、行こうぜ。じゃあ僕も急ぎますから、さよなら。あ、先生。そんな話今いいじゃないですか。僕のことはほっといてください。それじゃあさよなら。先生、ちょっとお話が。あの、急な話なんですけど、僕転校することになりました。父の実家が長野なんですが、そこに引っ越すことになったので。高千穂くんのお父さんから先ほど電話をいただきました。一学期末で転校させたいとのことです。それでお願いがあるんですけど、転校のことはクラスのみんなには内緒にしておきたいんです。どうして？転校するまでの間、自然な感じでみんなと接したいから。僕なんだか苦手なんです、お別れでしんみりするのって。それじゃあよろしくお願いします。転校のことを内緒にするなんて、それはそれで寂しいですよ。何か私たちにしてあげられることないかな。祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり。起立。うるさい！さっさと出てけ！言われなくても出ていきます。さあね、行くわよ。誠の先生、お恥ずかしいところを見られてしまいましたね。いえ、実は私、実家に戻ることにしましてね。できれば誠も連れて行きたかったのですが、あんなひどい目に遭ったのに、うちに残るって言って。だけど、この家ももうすぐ人手に渡ってしまうんです。私、お兄ちゃんと一緒にいたい。とりあえずは別居という形を取りますが、子供のこともありますし、あの人が立ち直ってさえくれればいいんだけど。当分無理ね、あの様子じゃ。あ、先生。先生も誠くんのところへ。私もちょっと誠くんの親御さんとお話がしたくて。何の用でしょう。だから、ピアノなど聞きたくないと言ったじゃないか。いいから聞いてください。
さんにはわかるはずですよね。このピアノの音色が誠くんのどんな気持ちを表しているのか。悲しくて寂しい音色だ。私のせいだ。私が誠のピアノを売ってしまったから。まだ小さかった誠に何度も頼まれて買ってやったもんなんです。あの頃の私にとってピアノは高い買い物だった。でも誠の喜ぶ顔を見たらそんなことは吹き飛んでしまって、また仕事を頑張ろうという気になって。申し訳ない。一人にしてもらえますか。あずささん、お誕生日おめでとうございます。これ僕の真心です。これは白国です。今の僕の精一杯の気持ちです。ありがとう。でもやっぱりパソコンでなきゃダメですか。うん、そうじゃなくて気持ちだけで十分なの。これ大事なものなんでしょ。そんなもの手放したらダメよ。あずささん、なんて優しいんですか。私がもらっても価値がわからないから。女神のような人ですね。先生、立ち聞き。誠くん、聞いてたの。え、僕は別に。立ち聞きしてたんだろ。え、僕があずささんに告白するの、そんなにおかしいか。僕をからかって面白いのか。どうしたんだよ哲郎、友達だろ。友達なもんか。はっきり言われちゃいました。あ、先生、何でしょう。最近たまに誠くん、みんなの輪から外れることがあるんだけど、何かあったんでしょうか。でもああやっている誠くんも孤独の似合う男って感じでかっこいいですけどね。先生、哲郎くん、今日休んでるみたいなんです。連絡がなかったんで、こちらから自宅に電話したんですが、お留守みたいで。起立。あ、先生、誠くんが。その怪我、一体何があったの。父さんが僕の大事なピアノを。父さん、僕のピアノどうしたんだよ。答えてよ。売った。そんな、私の金で買ったピアノだ。どうしようと私の自由だ。なんでそんなことするんだよ。うるさい。ありがとう。よく話してくれたわね。ずっと言えなかったんだ。どんなにひどいことされたって。父さんは腐っても父さんだから。
少し両親と話し合った方がいいですね。先生。先生、最近父さんのことが分かんなくなってきて、なんだか昔の父さんとあの人はもう違う人なのかもしれないって思ったりする。父親だからってつい期待してしまうけど、期待なんてしない方がいいですよね。どうせ傷つくだけだから。先生、黙って転校したいなんてやっぱりおかしいですよね。でも父親がリストラされて家を手放すことになった、そんなことみんなに言いたくないんです。それにそんなことを友達に話したところで僕の気持ちなんか分かりはしない。すみません、失礼します。どうですか、誠くんの様子は。そうですか。子供にとって親は無条件に自分を受け入れてくれる存在です。その父親にピアノを奪われ、暴力を振るわれ、中学生の彼にはショックが大きすぎて他人に対しては何も期待できないと思っているのかもしれません。今の状態が続くのはあまり良くありません。私、誠くんと一緒にピアノを弾いてみようと思うんです。先生から誠くんにそう伝えてもらえますか。あ、先生、何でしょう。最近たまに誠くん、みんなの輪から外れることがあるんだけど、何かあったんでしょうか。でもああやっている誠くんも孤独の似合う男って感じでかっこいいですけどね。あ、先生。あ、先生。こんにちは。あずささん。哲郎、なんで学校休んだんだよ。心配したんだぞ。別に僕がどうなろうが関係ないでしょ。ちょっとそれはないんじゃない。みんな気にしてたんだよ。あずささん。先生、僕北海道に行こうとしたんです。この春
廃線になった路線の写真を撮りに。北海道？それで学校休んだわけ？あ、梓さん、この写真見てください。え？お年玉を貯めて買った一眼レフで撮ったんですよ。この路線が廃線になった日に撮ったんです。何十年もの間親しまれてきた路線がその日で役割を終える。最後にまるで別れを告げるように汽笛が鳴って、その最後の日の写真です。今日はなんだか無性にその廃線跡を見たくなったんです。廃線になって時間が経つと自然が押し寄せて、すっかり緑に覆われて同じ場所とは思えないくらいに変わることがあるんですよ。それなんか素敵かも。でも今日行けませんでした。どうして？北海道までのお金が足りなくて。行く前に気づけよ。残念だったね。廃線歩きって知ってますか？廃線の上を歩くんです。その鉄道や利用した人たちに思いを馳せながら、お天気が良ければ外でお弁当食べたりしてね。へえ、それいいな。なあ鉄郎、だったらさ、今度の日曜日みんなで廃線歩きしてみないか？いいかも、私も行きたい。鉄郎、どこか近場にないか、廃線跡？それならないよ。そっか、いい思いつきだと思ったのにな。山にもみじ踏み分け泣く鹿の声聞く時ぞ。ギいや先生、いや、あの例のあの少年のことが気になってな。どうもあの少年、死っちゅうなもんに見せられてるんでね。べが死だよ、生き死にの死。銀河鉄道の夜とか、まさに死の物語だべ。そういや、この町の公園、もともと汽車の車庫だったそうでな。今でも線路が残ってるけんども、夜巡回しとってね、汽笛が聞こえることがあるんだよね。先生、何か？え、久保先生とですか？わかりました。時間があるときに行ってみます。あの、先生、いろいろありがとうございました。先生、何か？それ本当ですか？でも、鉄郎が知らなかったはずないですよね。わざと言わなかったんだ、あいつ。先生、今度の日曜日、みんなで廃線歩きやりましょうよ。みんなには僕から声をかけておきます。先生は鉄郎を誘ってください。お願いします。
先生。マコト君が、そう言われてもですね。鉄郎。あ、日曜日行こうよ、廃線歩き。マコト君、あずささんとデートしたいんだろう。え？マコト君だってあずささんのこと好きなんだろう。だったら二人で行けばいいじゃん。僕はキモいらしいしさ、お似合いだよね、誠くんとあず。そうじゃないんだよ哲郎、頼むよ。なんか変だよ誠くん。頼むよ。考えとくよ。どうも先生、僕に何か。いつか自立して僕を必要としている人たちのために頑張りたい。そんな場所が見つかればいいなって。なんか今すごくそう思います。おはようございます先生。一学期もそろそろ終わりですね。クラスのみんなはカタチオ君との思い出が作れたかしらね。 He has good ears for listening to English all the time and big mouth for speaking. ギリッ！えい！先生、何か。みんなには僕から声をかけておきます。先生は鉄郎を誘ってください。お願いします。もう先生、どうしたの？岬に用があったんじゃないの？どうも先生、僕に何か。
はい、得意学科は活かせそうですね。どうも先生、僕に何か。そちらの方向ですか。なるほど。放火しとった子ね、この間判決が出て結局2年を務めすることになったんだ。本人も深く反省してるようだったがね、なんつうかいろんなストレスで追い詰められていたんだな。とにかく世間は辛いことが多い。せずねな。まことくん、今日は先生とピアノ弾きましょうか。久保先生も弾けるんですか。少しね、誠くんほどじゃないけど。誠くん、どうしたの。いや、父さんともこんな風に連弾したことがあったなって。ごめんなさい、辛いことを思い出させちゃった。ピアノを買ってくれた頃の父さんは優しかったのに、それがどうしてこんなことになっちゃったんだろう。誠くんはお父さんが嫌い。わからない。誠くん、無理して感情を押し殺すことはないわ。先生、僕転校したくないよ。誠くん、どうして僕ばっかりこんな思いをしなきゃいけないんだよ。どうして、どうして。いいのよ、我慢しなくて。あなたは何にも悪くないわ。ずっと辛かったのね。そう、やっぱり友達に何も言わないで行ってしまうのね。はい、言えばみんな父さんのことを悪く言うだろうし。わかったわ。じゃあ私から誠くんに最後に聞いてほしいことがあるんだ。先生、おはようございます。廃線歩きって本当にこの公園でやるの。ここってご町内の公園じゃん。ねえ、ていうかなんでお前たちがいるんだよ。だって誠くんに誘われたんだもん。ねえ、いや、たくさんいた方がいいと思ったからさ。なんていうか、俺たちみんなクラスの仲間なんだし。もういいよ。ほら、よく下を見てみなよ。ただのアスファルトじゃないだろ。あれ、ほんとだ、線路みたい。これ、元は線路だったの。そうです。廃線って、こんな身近にもあったんだね。ここ、変な角度で道が交差したり、ぐにゃっと曲がってるでしょ。あそこが車両止めだったところで、あっちが引き込み線だったんです。見ただけでわかるんだ、すごいね。まあね。
先生、ありがとうございます。なんだかうまく言えないんですけど、みんなと一緒に来てよかったです。哲郎、せっかくカメラ持ってきてるんだから、みんなで記念撮影しないか？なんで？え、だっていい思い出になるから。毎日学校で会ってるよ。そうだけどさ、毎日会っててもいつお別れになるかわからないだろ。こうして会えてるうちに思い出になる写真を撮っておきたいんだよ。まことくんって、ちょっと大げさか。うん、ダメだよ。どうして？フィルムが残り少ないんだ。別に1枚くらいいいじゃん。てっちゃんも一緒に写ったら、先生にシャッター押してもらってさ。ね、先生。ダメだってば。せっかくなんだし撮ろうよ。はい、まことくんここ。あ、うん、マミここ。バカ、哲郎ここ指定席。はい、あずさはここ。え、あ、うん。哲郎も。ダメだったらダメだよ。哲郎、大事な一眼レフをくだらない集合写真になんか使えないよ。くだらないってなんだよ。みんなとの思い出を残しておくのがくだらないことか。誰が何と言おうが、ダメなものはダメだ。帰っちゃった。何あいつ。哲郎、やっぱり僕のこと怒ってる。一生思い出になる写真撮りたかったのにな。ねえ、あんなのほっといて、あっちでお弁当食べよう。うん。まことくん、行こう。あ、うん。先生、どうも。ちょっと来てもらえますか？ああ、これは。今日、まことくんがクラスの友達と遊ぶって言うんで、お父さんに来てもらったんです。みんなといるまことくん、見てもらいたくて。先生、私はちっとも考えたことがなかった。まことにあんなに友達がいるなんて。あの子たちとの関係を私は自分の都合で引き裂いてしまうのか。どうしようもない。本当に私はどうしようもない。まことはこんな私のことをさぞかし軽蔑しているのでしょうね。腐っても父か。先生、私死んだ気になって田舎で一から出直してみます。お父さんも仕事のことで辛かったのは分かります。ですが、もう自分を責めても始まりません。誠くんのためにも、また家族で暮らせるように頑張ってください。はい、本当にお世話になりました。先生、短い間でしたけど、どうもお世話になりました。本当に誰にも言わずに行っちゃうの？はい。そう、元気でね。結局哲郎とは。でもこれからもあいつのことよろしくお願いします。誠くん転校しちゃったんですか？実はそうなのよ。転校？聞いてないよ。そんな、急にいなくなっちゃうなんて。先生、どうしてですか？どうして黙ってたんですか？ごめんね、高千穂くんがどうしても言ってほしくないって。みんなを悲しませたくないって。おかしいよそんなの。誠くんらしいっすね。哲郎くん、平気なの？友達だったんでしょ？友達なんかじゃない。誠くんはずっと哲郎くんのこと友達だって言い続けてたよ。
私、本当言うとね、哲郎くんのこと苦手だったよ。だけどね、誠くんがいつも、あいつはいいやつだから分かってやってくれって。そうよね、いつもてっちゃんのことをかばってたよね。だから私、ああ、友達っていいものだなって。何甘えてるのさ。友達だって言ってくれる人がいるんだろ。羨ましいよ。だからあんなに一生懸命僕のことを、誠くんはずっと友情を示してくれてたのに、僕はまだ答えてない。それどころか僕はひどいことを、誠くんはみんなで写真を撮りたかったのに。先生、僕は。そんなこと言われたって、もう誠くんはいないんだ。追いかけよう。え、誠くんは何時の列車なんですか？3時44分の急行だって。3時44分？そっか、もう間に合わないね。いや、諦めるのは早いです。え、今からでも間に合います。その列車なら友別駅で5分間特急の待ち合わせをします。4時3分発の特急に乗れば追いつくことができます。急げば間に合うかも。行きましょう。哲郎先生、写真撮りに来たよ。え、みんなで来たのよ。みんな？誠くん、いつまでも友達だ。ああ、友達だ。そう、やっぱり友達に何も言わないで行ってしまうのね。はい、言えばみんな父さんのことを悪く言うだろうし。私から誠くんに最後に聞いてほしいことがあるんだ。人の心はね、誰もが黒い光を発しているの。その光だけに目を向けると人間は弱くて汚いものだと思えてしまう。人間は弱いよ。そうね、確かにその黒い光の部分こそが人間の本質だという人もいるわ。でもその一方で人間は割が合わないことに夢中になったり、理屈抜きで他人のために行動することもある。そんな不思議で素敵な生き物でもあるの。